急行シティは宮崎県宮崎市大与の4丁目にあるバスターミナル宮高シティバスセンターを内包する複合型ショッピングセンターとその運営会社である。各店舗は4南宮崎店。宮崎交通の宮高ブランドを関するが現在宮崎交通との資本関係はない。アポロの泉宮崎県最大手のバス会社。 宮崎交通が経営の多角化の一環として設置したバスターミナル併設型ショッピングセンターである。後に宮古が子会社化し、その関連企業となったが、宮古が産業再生機構の支援下で経営再建に入った際、2006年1月31日までに保有する全株式をファンド、アセットマネージャーズに売却したため、前述の通り、現在では、 両者の間に資本関係はない。一方、投資施設に内包するバスターミナル、宮古シティバスセンターは依然として、宮崎交通路線バス網の中心拠点であり、県内ではブランドが定着しているためか、宮古の名称を引き続き使用している。宮崎市街地の中心、繁華街とは、大淀川を挟んだ南方に位置し、徒歩圏内に、 九州旅客鉄道の南宮崎駅がある。メガネ店フが宮崎県で唯一出店している。また、イオンモール宮崎に次いでいきなり、ステーキが出店し、カルディコーヒーファームは、宮崎ではイオンモール宮崎と投資説にのみ出店している。ベスト電機は、リニューアルに伴い、宮高式内に新たに出店した。なお、ベスト電機は、 かつて投資施設の所在する宮崎市大宿2店舗が存在したが閉店しており、再出店となる。旧行・シティオン南宮崎店は、宮古シティの商業施設エリアの各店舗である。宮崎市内外の近、中、長距離の路線バスが多数発着し、18の乗り場、降車場がある宮崎県最大のバスターミナルである。 設立の経緯と宮崎県の路線バス事情から、ごく一部を除き宮崎交通との共同運行会社が使用する。バス停留所名は、宮古シティであり、宮崎交通と宮古シティでは、宮崎交通が営業する乗車券発売所のみ、バスセンターと呼ぶことが多い。投稿では、バスターミナル全般について記載する。JR 南宮崎駅の駅前地域に立地しているが、JR は長らく都の競合相手であるため、南宮崎駅前という故障は、副定留所名や行き先名称としても採用しておらず、宮高市としてブランディングを行ってきた。その結果、宮高市そのものがランドマーク化し、駅名、南宮崎は到底や当店流所の属称にすらなっていない。なお、 南宮崎駅前通、南宮崎駅前の料亭留所は、到底留所とは別の場所にある。突起のないものは全て宮崎交通の路線。長距離路線は、都市名を記載する。高速バス内は共同運行会社、内は単独運行会社高速バス、特急郊外線市内線後から7番乗り場バス、乗り場年中無休。ありがとうございます。